ここが黄金屋か。見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。テイワットのモラが全部ここで作られてるなら少しくらい失敬してもバレたりしないよな。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。あれ見ろ、なんだあれ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に眼神が死んでその亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの操船儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんて一気ないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。らしくないね。
どこに行く。無駄な努力をやめたよ。はっ、無駄な努力をやめたら成長したようだ。褒めてあげよう。へえ、これほどの実力、道理で淑女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。運が尽きたんだ。回避だけじゃダメだよ。無駄だ。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君、案外やるね。劣勢を利用して生徒が力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。ハハハ、なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。無駄な努力をやめ。逃げられると思うな。砕けろ。そろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。
そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら最初から先祖の巻殻の中には存在しないのか。というより先祖の巻殻自体目をくらます手段かもしれない。あ、それっておそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ。幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリーウェ湖を襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはで。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます。手段があるに決まってるだろ。ああ、近畿滅却の札。思い出したぞ、ファデュイがそれを研究してるって。その通り、君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ近畿滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えるとそれなりに面白い。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。
時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合った。渦の野人はまだ DU エコーに上陸していないよな。お前たち、なぜここに。あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ。姿勢で喧嘩って聞いたけど、もう解決したのか。互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をちらっと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーウェイ君に近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話しましたけど、それはわからないわ。嘘だろ。でも、リーウェイを守る仙人と七星だろ。方法はある。は？周期の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわからない。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新規周期で魔人と戦えるわ。全員急ぎ、今が決戦の時よ。作戦開始。周期を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラよりも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人とも手合わせ。さあ来い。お前たちの本気を見せてくれ。
邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍力学は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策がある。京子様、それは軍力学を放棄する。どういう考えで。なくなった旅人、助力を願い。我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。あの不吉な気配は確かに消えたな。近畿滅却の札の力は永久ではない。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら理由エコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。我々たちとて偶然ここにいるわけではない。リュウギュウ、そこまで言わなくてもよいじゃろう。ヨウが商売を始めた時から限りある収入で軍力学の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような金券を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七星の支えとして、また彼女の人生そのものであるだろう。軍力学が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は賞賛に値するだ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由もわかります。しかし譲歩はできません。おやか、3700年、皆様が定例とリーウェイを守る契約を結んだから、3リーウェイの命はバンバンのように高く、千年前も少しも変わりありません。しかし、リーウェイはまだ
3700年前のリーグというわけではない。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーグのために考えてほしいんです。先輩とはバラーたちにとって既成年の先輩後輩もないのか。今朝帝君の夢を見ました。私は万人だけだけど、七星星としての契約がある。歴代七星星積み重ねた帝君の導きの木のもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作った。夢の中で彼まで伝えたかった。でも目が覚めるであって何も言えませんでした。傍観者としてて、お前たちはどう思う？そうだな、これは本当に起きたこと。四風獣と風神の涙の間の話だ。風神は彼らで対立を止めたいだか、対立が残ったのは心の一つだぜ。何もないかか。属性と自覚、それぞれ三段階がある。確かに簡単な登りだ。仙人として協力してくれた英雄の行為を油断にはできない。まあこの夏の人々に目を向けてほしいと行思いなんだろう。バーヤはそうした。あんたたちも知ってみるかい。みなみな、この度はありがとうございました。何者だ。宣言官会長、アイガイが礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるなと思いました。みなみなのおかげで最愛の死体は免れました。私は今一兵兵士ですが、これからも全力でリーグを守り、この子をお返しします。あれみんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。こうはあなたからなんだ。あなたたちになるよ。怖くないよ。戦略軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへの、みんながいる。危険な時、みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄ちゃん、守ってくれてありがとう。次の大会再開、また来てよ。いけないな。我は先人だからから。そこ先人も大変だな。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は先人に感謝せねばならない。しかしここ数年、先人の力を頼らずとも、理由では安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃがが、思いは強い。神の理由への契約は昔のことじゃ。今はもう理由への契約の時代だよ。みなたに言うだけでわかくも思え、しっかりこなすぞ。お前はどうだ、理由。わらに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、先人たちの雰囲気が何なんだ変わったぞ。
こうまたいせいの意図はわかんだろ。久しぶりのリーグ、記憶と大きく違うな。私がこの契約を理解したとき、リーグはまた違う顔を見せるだろうな。まあよいよい、帰れぞ。皆がそういうようなら我も執着はせぬ。だが我らがさったとリーグエ知性が大な振る舞いを宣伝した心配だ。さあさあ捧げても戻るがよいよい。その監督の権利はリーエパワミに任されるのじゃ。人間にはさせていただきます。